皆さんこんにちは、凝り固まみ会のお疲れ子です。今日は草物の貯める技術を解説していきたいと思っています。で、植物を曲げることを生け花では貯めるというんですけど、実際にこちらのルスカスで見ていただきたいと思います。このルスカス、今まっすぐなんですけど、これを貯める技術を用いることでぐっと曲がったかと思います。で、このように曲げることで植物に表情をつけたり、花材同士の空間、例えば今こちらのガーベラとこう並べると、まっすぐ同士だとここに空間がないですけど、このルスカスをぐっと溜めることで足元は揃ってますけど、ここに空間が生まれますよね。この空間を作ってあげたり、また切り口をより水に深くつけることができます。例えば足元に葉っぱをこう締めるときに斜めに入れると思うんですけど、溜めてない状態、まっすぐの状態だとガラスの接地面がここなので、切り口はここまでしか掴んないと思います。ただここをグッと溜めてあげることで、この表情のまま水につけると下まで切り口をつけることができるかと思います。私たち古流が持つ伝統的な様式である生花は、この貯める技術が命と言っても過言ではありません。この後実際に生花の作品例を見ていただければと思っています。ただ貯める技術は生花だけでなく、自由花でも先ほど言ったように表情をつけてあげたり、空間を作ってあげたりと、美しくはたまた面白く生けるためにさまざまな場面で必要となってきます。植物にはそれぞれ特徴があり、花材に合わせて適切な技術を用いるんですけど、今日は草物に対してよく使う貯め方を、そして次回は枝物の貯め方を解説していければなぁなんて思っています。ではまず一つ目が押し溜めという手法です。で、草物は枝物と違って柔らかいものが多いので、無理に溜めようとするとカクンと折れてしまいます。今折れました。そこでカラーやチューリップやこのガーベラのような花材は押し溜めを用います。このように指の腹、お腹を使って、今まっすぐだと思うんですけど、優しくグッグッグッと押していってあげます。折らないように、折らないように、両手を使って少しずつ少しずつ押していってあげると、先ほどまっすぐだったガーベラがグッと曲がったかと思います。これが押し溜めになります。このように溜めることで表情をつけたり、あとは曲がりの強い花材を逆にこう戻してあげることで、よりすっきりと見せることができます。次に爪溜めになります。先ほど解説したような柔らかい花材ではなくて、芍薬やこの菊のように若干茎が硬い花材に用いることが多い手法となります。先ほどは指の腹でこう押していったんですけど、次は爪を使って茎の部分に爪を入れることで徐々に溜めていきます。で、この時爪を入れすぎると言わずもがなこうガクンと折れてしまうので、力加減に留意してください。では今まっすぐの菊を少しずつ溜めていきたいと思います。いかがでしょうか。先ほどより曲がってますよね。これが先ほどより硬い茎を持つ花材に対して用いる爪溜めという手法になります。はい、ということで草物を溜める際に比較的よく使う手法を2つご紹介しました。
ただアレカヤシや最初に使ったルスカスのように弾性のある花材、こう曲げてもピンと戻りますよね。こういった花材は多少強引にこうグッと曲げても形が作れます。逆に今まで使ってきた花材ですと、ドラセナサンデリアナなんかはために適さない、ための効かない花材もあります。これはやはりお稽古を積んで花材の特徴をそれぞれ身につけることが肝要となります。なので最初は花材の特徴や力加減が分からずに折ってしまうことがあるかと思うんですけど、折って失敗しないと上達しないと言われるように、やればやるだけ技術は身につけますので、ぜひ臆せずにチャレンジしてみてください。次回は草物よりもっと使う頻度の多い枝物の溜め方を解説していきますので、お楽しみに。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。